皆さんこんばんは、 MK です。腕前 X になりてえということでやっていきましょう。ガチ歩行バトルですね。武器はカーボンローラーデコです。今の腕前が A なので、まずは A プラスを目指していきたいと思います。カーボンローラーなので、こう正面から行くってよりは横から敵の数を減らしていきましょう。かなり射程が短いのでね、正面から行っても多分勝てないんですよ。ここを誰か取りますか？敵取りますか？ここ取ったらもうそいつをねワンパンしたいところなんですが、誰も取らない。取ったな、取ったな。取ったってことは俺にやられるってことだ。危ねえ。あー待って、もう一人。やれなかった。今のやれたな。マニュコラか。マニュコラ結構流行ってるよね。私的には食いぼがついてるスプラマニューバーの方が使いやすいんですが、また相手に歩行を奪われる。一旦この辺で止めておきたい。どこ行った歩行。あー誰かがやってくれて、そこのチャージャーに完全に場所がバレてるな。あーこれ無理か。これはまず割られる。え待って、そこのやつを、いいや食いぼが当たらない。いいか、一回取っちゃう、取っちゃう。その前にこいつをやりたい。あーぶ、危ねえ危ねえ。誰かが取ってくれたから、道にいる敵をやっていきましょう。まずはあそこにいるやつを、こいつをやりて、あやべ、あやべ、待って待って、やらせて、危ねえ。今も敵のエイムの悪さに助けられましたね。そこ誰かいるね。よし、オッケー。でどうしようどうしようどうしよう。相手が3人いることになってるけど、多分結構まだこっちには来てないので、進んじゃおう、進んじゃいますよ。ほらこっちにおいで。で敵が来るはず。敵が来たのをそいつをやる。いいぞ。もう一人、もう一人やる。よしよしよし、もう一人来るね。そこもう一人来たから、あーあった、ごめんなさい、遅くなってしまった。今のやれたらワンチャンあったな。ちょっと待って、一旦ご利用しよう、一旦ご利用して、一旦ご利用して、オッケー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 。このね残りのカウント数を1でもここの辺まで来たら進めちゃいます。で、そこ割ってもいいけど無理だよね、無理だね。私がとりあえずどうしようかな。一旦貯めよう。一旦ロボボムラッシュを貯めます。ロボボムピッチャーですか。まだワンの頃のあれが抜けてなくてラッシュって言っちゃうんだけど、溜まったね、溜まったけど、ちょっと待ってちょっと待って、バレてるな、ここバレてるんで、先にこっち、ここをやりましょう。 OK です。で、いないね、敵はいない。いる、敵がいるね。そこ一旦割らせるか。一旦割らせよう。一旦割らせて、割ってこっち来たところをドカンと撃ってやろう。来る、来ないんだね、そっちだね。そっちをはいやる。 OK、 いいですね。どうしようかな。そこまずもう一回割られるか。待って、これバレた、バレてない。ここにいるのはとりあえずはバレていない。あそこのジェッパーありがとう。あそこのジェッパーをやってくれる。そこご利用せるかな。あー雨降ってきた。そこ、あーやってくれた。いや、え今の絶対運だと思うんだけど、今の絶対私を狙ったんじゃなくて手前のあのアフロを狙いましたよね。まあいいや、当たった私が悪い。どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな。ここに来て、あー無理無理無理、マルチミサイルは無理。そこ1人、オッケーオッケーオッケー。あそこか。あそこにいるやつをやりたいが、危ない危ない危ない。ここ、あー無理か、無理か、無理か。あと一発なんだが、誰かありがとう。ここがやってくれた。で、こっちに来て、危ない危ない、雨が危ない、雨が危なくて。誰か来るか、誰か来たらそいつをワンパンしてやろう。そこマニュコラを引け。よしよしよし、ご利用しで引く。カーボンローラーに引かれたってなかなかそういう表記出ないからね。こっちに来て、あれ誰もいない、誰もいないことはないと思うんですけど、いないね、いないね、いないね。どうしようどうしよう、ここまで降りてきちゃったけどやることがない。戻るか戻るか。ガチ歩行失った。そこいるね。こいつを確実に仕留める。後ろ、あーこれはこれはちょっと危険。一旦ロボボムラッシュでご両親で割って、相手1人か、相手1人だから進みます。進めるとこまで進みます。あこれいける、いけるんじゃね、ありがとう。 OKOKOK、 初戦としてはだいぶいいですね。ただな、なんか途中で何もしてなかった時間があった気がする。もうちょっとね、こう敵の数をポンポン減らしていけば味方も動きやすくなると思うんで、敵の数を減らすことを意識してやっていきましょう。今のが13キルか、そうでもないね。10キルしてるスパッタリがいるんで、こういう感じ。今これこの辺だから
ひびが割れる前にあのメーターだけは振り切んないといけないね。じゃあ次の試合やっていきましょう。はい、2試合目やっていきましょう。ステージは再びホテルニューオートロですね。この実況を始める前にもちょっとやってたんですけど、マジでホテルニューオートロしか来ない。まあいいんですけどね、ここ結構私得意なんで、また右から行こうと思います。緑若干見づらいななんかこう薄い色って見づらいよね、薄いステージで薄い色ってさ。どうしよっかどうしよっどうしよっかな。ここでまずは前、紫か、相手すげえ濃いな。あおっと、危ねえ後ろいると思わなかった。今相手一人、相手一人なんで攻めちゃいましょう。こいつをご利用して割って、そこか、でも結構近いな、残りの一人が結構近いですが、そいつご利用しでやりたい。あー無理か無理か、無理はしない。 OK ありがとう。で、あーこうやってるうちに敵が来てしまった。危ないよ、ロボボム危ない、後ろ来てる、後ろは気づかないよね、後ろは気づかないんだな。ありがとう、味方が強い。お、結構進んでる、結構進んでるよ。待って、いけちゃう感じ。あー行けばよかったかな、でもちょっともう遅いんで、この辺を塗ってリカバリ早めにやっていきましょう。あー今飛んだらもうちょっといけた説はありましたが、今行っても遅い。この辺を塗っておいて味方が帰ってきやすくします。どうしようどうしようどうしよう、敵がどこにいる、奪われた。あーマルチミサイルは一旦無理ね。でそこいるね、そこに敵がいるから、いけ、無理か、さすがに届かん。危ないってば危ないってば危ないってば、待って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 、こういうね繰り返しで死ぬ。そこをやりたい、そこをやりたい。あ、やばい、外した、バカ、やっちゃった。うーわマジで今のは雑魚だ、今のはちょっとやばいな。 C マイナスでしたね。ちょっと落ち着こう落ち着こう、何もしてない、危ないってば今のやれなかった、やめて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 、よく今死ななかったな。そして今のやれなかったのはマジでないと、挽回しよう、こっから挽回しますよ。そいつをやる、そいつをやる、あやばい、こいつをやる、危ない危ない。おーしょしょ、オッケーオッケーオッケー、そこいるねそこいるね。一旦割らせる、一旦割らせる、違う、あーあいつ頑張ってるな、俺もじゃあ参戦しよう、顔を出さないように参戦して。マルチミサイル無理、マルチミサイル無理、そこにも来てたらもっと無理。マルチミサイルってなんかこう2人ぐらい連続で使われるとめっちゃ強いよね。逃げた先にもマルチミサイルあるともうおしまいだもんな。相手が3人、こっちが2人、あー強い、あいつが強い。でここでクラブラちょっとうざいな、一旦ここで隠れて、うまい、味方が強いけど、ちょっと待ってちょっと待って、ここ取られたんで一旦やるやるやる、よし OK、 相手1人相手1人相手、そこか、あそこか、相手の1人はそこか、やばい、やれない、やった、もう1人もやった、うーんもう1人もやったけど、ボムか、相手がこれで、あーもうすぐ復活しちゃうもんな。でもカウントは結構勝ってるから、こう塗りだけ負けないように意識してやっていけば案外いける。待って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 、落ち着け、そこいるんだよそこいるんだよ、よし OK。 でどうすっかなどうすっかなどうすっかな、なんかすることを見失ってきているすることを見失ってきているが、相手1人だからこっちじゃない、違うか違うか、そっちから行くか、そこか、そこ1人いるから、降りてきたね、1人降りてきたけど、待って待って、いないいないいない、もう一回登ったか、もう一回登ったか、危ないね、よく生きてたな今。どうしようどうしよう、ロボボム危ないね。で後ろか、後ろのやつをまずやる。でまあ、あーたたたた、後ろ、まあさらに後ろいたか、気づいてなかったな。まあ22まで来てるからそんなに焦る必要はないと思うんだけど、でもね案外挽回って一瞬だからな。そこの辺を守っていく、こいつをやりたかったけど、うーわマジでマジでやばいやばい、雑魚を繰り返している、やばいなやばいな、私がこの調子でやってると負ける可能性があるから、もう死ぬの禁止ね、今から死んだらマジでやめた方がいいよこの企画。ここ割らないでおこう、とりあえず割らないでおいて待つ、割るね、味方が割る、そこをやりたい、よし OK。 でもう一人、もう一人そこにいるから、そこいつをやりたい、こいつをやりたい、ありがとう。で相手が1人、相手が1人、そこか、そこに1人いるね、今割ってると多分やられるから、ロボボム危ないよ、味方
味方がやられてしまった。あー無理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 、よく生きてたね。ここで一旦どうしよう、ロボボムラッシュであれをご利用して割ってもいいけど、相手のロボボムも来ている。相手のロボボムにやられると恥ずかしいよ。待って、一旦取らせよう、一旦取らせて来たのを叩こう、来たのを叩くぞ。危ない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 、あやばい、降りちゃった降りちゃった降りちゃった。マルチミサイル避けつつ、ここは待って待って、歩行先だ、ここをやる。危ねえ、マジで危ねえ。今俺やってなかったらワンチャンあったな。あのなんか最初に一人来てたじゃないですか、あれにやられてたら負けた説あったな。危ない、本当に危ない。結構やったんじゃない今10、あでも12キルか、いやお互いキル数がやばい。よし、じゃあ第3試合やっていきましょう。はい、第3試合はコンブトラックですね。久しぶりのコンブトラックです。ここね、あんまり得意じゃないんですよとかいう最初に言っておきますけど、まあ言い訳になっちゃうんでね、そんなこと言ってられない。行くぞ。どっから行こっかな、右かな、やっぱり右だよな、右しかないね。カーボンローラー正面から行っても本当にどうしようもない武器なんで、こっち。なんでね、カーボンローラーを使ってるかっていうとね、私あの1の頃ずっとこれ使ってたんだよね。で、あのクイックボムとスーパーショットだったんだよ、その時は。でクイックボムがないとカーボンローラー全然ダメだって思ってて、いや、なんなんだよ、相手もカーボンローラーじゃない、くっそ。なんか同じ武器にやられると腹立ってくるよね。ありがとう、味方が強い、味方が非常に強いよ。ただね、味方に頼ってると恥ずかしいので、そこをやりたい、そこ言ったね。今誰かいなかった、やった、ありがとう、こいつをやる、ありがとう。やばい、もう一人来ている、カーボンありがとう。私は何もしていない。箱取っちゃったけど、まあいいか。とりあえずあっちに打ってって敵を減らしてる。なんか来たね、なんか来た、なんか来た。下に打つ、下に打てば誰かやられる説。やられない、やられる。で、いいぞいいぞいいぞ、相手が2人、相手が2人。危ない危ない危ない、いけちゃういけちゃう、行こう行こう行こう、よし、あいける、ご両親で行こう、ある程度ご両親。危ない、うーん、今のは無理だ、今のは避けきれない。でも結構いったんじゃない、33まで来てる。いやでもな、ここのステージの33ってあのなんだ、こっちから見る左側、あっち側も登れるんで。お、いいぞいいぞ、30。あ待って、俺取ってた、ごめん、今俺が取ってないと思ったわ。待って、先犯だな、先犯説あるぞ。これで負けたらマジで俺のせいだな。まあ負けないように、負けないようにやるけど、負けなくても俺のせいなんだけどね。ありがとう、味方が強い。でどうしようどうしようどうしよう、そこにローラーがいる、そこにローラーがいる。よし、オッケー。今なんかもうローラーの後ろ側でやった感があったね。いけちゃういけちゃう、ここ取っちゃう。いや待って、一人来てる、スパッタリ。マジかマジか、やばいぞ、先犯だぞ俺。これで負けたらマジでやばい。どうしようかなどうしようかな、敵が危ない危ない、これもう完全に狩られる。待って待って、落ち着け落ち着け、落ち着くんだ。こういうとこで焦るとこれを繰り返すから、一旦体勢を整えるぞ。カーボンローラーってね、濡らさってないと全然ダメなんだよ。だから塗りを意識して、塗りを意識してやっていくよ。ここをやりたい、まずはこの、じゃあチャージャーを先にやって、歩行やって、ありがとう。でもう一人いたね、今もう一人いたね、どこ行った、そこか、そこそこやりたい。あーもうなんでだ。あーまあでも今のは入ってなかったか、やばいやばいな、あいつが無双モード、やばい、あいつが来た。いや今のやれてたら結構違ったな、あいつをクイボで、あいつをクイボでやりたい。どこ行った、クイボ、あありがとう。味方のアシストがなかったらやられてたな。でどうしようどうしようどうしよう、そこにここがあるから割られるか、一旦割られる、割られない、割られるね、一旦割られるけど、ああだとクイボド命中したね今。雨が降ってる、雨が降ってて天気が悪いけど、チャージャーがうざいんだよね、顔出すとさすぐチャージャーに。いや取っちゃった、ごめん間違えた、今俺取るつもりじゃなかったんだけど一人やった。あー待って、マジで今のよく待ってたねそこで。今さ味方最初2人ぐらいそっち通ったのに、あいつ顔出さなかったよね、すごっ。俺だったらあそこで顔出しちゃってんだ、今ここが来るまで待とうっていうあれだったんだろうな、怖っ。ちょっとあのカーボン俺より強い説あるけど、同じ武器を使ってなんだ私の方が弱いとそれは許されない。ロボボムラッシュで足場を作りたいけど避けるのが精一杯で危ない。ここうまい、いいぞいいぞ。で
どうするどうする、敵はどこにいる、敵はどこにいる、固まってんな味方が。おーっと、そっちから来るか。そっちもねルートとしてはあるんだよ、ここのあっちの方が近いんだよな。あっちから来られるボムが危ない、あっちから来られるのが非常にまずいんで、ここを先にやっておきたい。ボムが出ない、ボムが出ないんだよね。これ正面無理だな、無理だな、いけないな、危ないって。カーボンローラー、え、やってないの。そして今やってなかったかな、その奥のカーボン。いや手前のスパッタリーはやってなかったと思うけど、今奥のやつクイボでやんなかった、マジか。あいつ防御積んでたな、防御ないけどスプラトゥーン2には。どうしようどうしようどうしよう、一旦ここで待って、ここだ、この歩行を叩きたい。あー上行ったか、上行ったか、やばい、後ろをやってくれてありがとう。やばい、待て待て待て、やっちゃった、ごめん、やっちゃった、あーやっちゃっている、これは確実にやってる、やれやれ、無理か、あーありがとう味方が。いやー待って、焦った焦ったな、完全に焦った。どうしようどうしようどうしよう、リカバリ期間、こいつをやって、マジでここに来て、いや俺のせいだな。いやまだまだ勝てるかもしれない、まだ勝てるかもしれないから、俺がここから取り返す、行くぞ。まずは敵の数を減らさないと話にならないぞ、敵の数を減らす。危ない危ない危ない、 OK、 1人やった1人やった、相手が2人、危ないって危ないって危ないって、あ俺しかいないもん、もう俺しかいないもん、ごめんなさいごめんなさい、無理だよ。いやでもな、いやでも俺のせいだな。いやね、あのね、最後はあれだけど、中盤マジで何もしなかった、中盤ただ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 やられてた。あー申し訳ない、うわ俺だな、22キロいるもんこっち、ごめんなさい。いや割れたし、いや今のはね割れて当然。よし、第4試合で挽回しましょう。はい、それでは第4試合やっていきましょう。ステージはホテルニューオートロですね。こっちの方が得意ですね、昆布よりも。昆布はね、なんか縄張りとか矢倉でもあんまり得意じゃないんだよな。何なんだろうね。ちょっと立ち回り考えないといけないですね、これから。あそこのステージ右から攻めていきましょう。さっきのねボロ負けをここで取り返しますよ。ノックアウト目指しましょう。敵の方がなんかインクが綺麗だな、黄色と水色ですごく夏っぽいですが、そんなこと言ってる暇はない。どうしようどうしよう、ここ誰かが取るか、取ったらそいつを叩きたいが、まずはこいつを叩く。あっぶねー。でここそっちから行っている、一旦こいつをやる、よし、オッケー、いいですね。でそこあーもう、今ねあそこのシューターしか見えていなかった、手前にローラーいたか、ちょっとそれは盲点だったな。歩行を奪ってくれる、結構もうパパッとクリアしたいところではクリアってなんだよ。パパッとノックアウト、危ねえって、無理だな、正面からローラーには勝てん。ローラー一旦無視でこっちに行きましょう。そこに敵がいますが、相手あんまついて、あもうついてないか、こう相手一人じゃね、相手一人じゃね、しかもさっき言ったローラーじゃね、待ってゴリ押せるじゃね、ゴリ押すぞゴリ押すぞ、行くぞ行くぞ行くぞ、あいける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 、避けろ避けろ、壁を使って避けてノックアウト、うまい、危ねえ、はえー、そして危ない今、いや今あの壁をこううまい感じに使ったね、完全にやられたと思ったもん。よし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 、あそこの今一人で逃げてったローラーも焦ったろうな、俺があの無視したやつさ、多分あっちで固めてくれてたんだよね、危な。ということで4試合目はなんとか勝ちました。はい、ということで今後も腕前 X を目指していろんなルールやっていきたいと思うので、アドバイスとかありましたらコメントの方でよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。